客様のご迷惑となりますので、携帯電話の通話はお控えください。初めて魚をかけたんですけど、何の魚なのかわからなくて、今ねツイッターで問い合わせてます。まあ誰かが教えてくれると思います。まあ、まあ見た感じは普通に食べれそうな魚だったんで、閉めてクーラーボックスに入れましたけどね。まあさっきの魚もなんか当たりもよくわからないまま、まあちょっと怪しいなと思って回収したら、あっ、したおーばっ、おお、なんか食った。なんだあれ、さっきと同じやつかな。何これ、さっきと同じやつだな。僕には何かがわからない魚ですね。引くねこれ、すごい引きますよこれ。ほら、よく引く。このさ、なんかで見たことあるんだけど、何かがわからないんだよな。すごい、見て、すごいですね。青物系、なんとかガツオだったっけな。いや、ちょっと待って、今度遊んでていいの俺。いやいや、結構引きますよこれ、すごいですよ。よし、来た。なんか顔はおっかない顔してますけどね、美味しそうではありますね。よいしょ、開いて、どこ引っかかったな。なんかこれ、よし。まあ普段釣りしてる三浦なんかではなかなか釣れないですね、こういうのはね。とりあえず 何かは知らないけど、食べれそうなんで。よし、東京からクーラーボックスは持ってきてないんで、ね、これ借り物ですから贅沢は言えないんですけどね。ちっちゃいな。なんか青物っぽいのが泳いでるな。あれじゃないですよ、あのボラーとはまた別に。そうだ、わあ、抜けた。まあ、いっか。よっしゃ、当たった。よっしゃ。うわ、何。強えよ。何だったの今の。ないですね。手持ちのハリスが4号しかなかったんでですね、今ハリスだけ4号にしました。で、まあ、ハリもグレーバリの7号に上げましたね。正体何かは分からないですけど、2号のハリスなんてあっという間でした。
けに濁るな。よし、乗った乗ったよ。なんだこれは。なんかついてるけどね。お、頑張る。軽いけどな。なんだこれは。お、これは笛吹きの仲間じゃないの。石井さん、これ何だったっけ、これ何だっけ。綺麗な魚って綺麗です。足場がもうちょっと低ければね、こう穂先が下につくぐらいだったらいけるけどね。入った。お、強かったよ。よいしょ。お、これはこれは取るよ。何かわからないですけどね。なんだろうね。これあるだけしてよ。うん。あれか、ブダイかな。ブダイっぽいね。なんか青いね。あ、
違うわ。なんかあいつだ。なんかさっきのやつのでかいやつ。カワハギみたいなやつの。ああ。お、新作届く歌の。あ、ほんと？よいしょ。気をつけてよ。オッケー、はい、ありがとう。はい、あれ、サンキュー。ありがとうございます。すげえな、こんなやつがいるの。ありがとうございます。よいしょ。行きます。はい。ありがとうございます。来たよ、これ。嬉しい。これはよし、すーげえこれ。よし、わ、40センチ、40センチぐらいありますねこれね。元気にリリースしてあげたいと思います。ありがとうね。来たぞ、これなんか。あれ、よし、来た。あー、折れた。ここ放しちゃう。大丈夫かな。先絡んでるかな。お、ちょっと待って、今なんかね、バレてるよね。あ、これ絡んでるのかもな。結構走ったね。あ、今走ったね。やば、折れてる。これささくれになってる。イス積みだ。イス積み。イス積みだね。たまに餌取ってのこれだね。あ、だけど、まあまあ大丈夫だよ。イス積みだった。終わった。楽しいんだよ。すっごい楽しんだ。